洗練されたカット技術とおもてなしの心あふれるサービス。今、日本のヘアサロンが世界から注目されています。そこで生まれたのが、優れた美容師やヘアサロンを厳選したガイドブック、髪カリスマ。時代の先端を行く髪カリスマたちのスタイルを紐解きます。昨年春にオープンした表参道のヘアサロン、ミンクス立花。代表の中野太郎さんは、卓越したカット技術で高いリピート率を誇る美容師。こだわりは、すきばさみを使ったセニング技術。そのスキルは業界内でも注目されています。アジア人の髪質ってどうしてもその形を整える感じで切った後に量を減らすっていうセニングバサミの技術が必要なんですけど、割と皆さんベースカットは上手に、例えばまっすぐ切るとかレイヤー入れるとかっていうのはみんな上手なんですけど、そこから先のセニングになると急に感覚になっちゃって、でもそれがどこを目指していいかわからない、何が基準なのかがわからないっていうのがすごい多かったんで、それをやっぱ変えたかったっていうのはすごいありますし、よりいい技術っていうのをこう教育するし、お客様にも提供できるようにしております。今日は厚みをちゃんと毛先に残したいので、この毛先をすくというよりはこの辺の頭が少しでかくなりそうなところだけを減らしている感じです。武器は再現性の高いスタイル。プロがやって綺麗なのはもう当たり前で、でもそれを自分でやっても再現できなければプロの仕事とは言えないのかなと思うので、そこはなるべくお客様でもちゃんとできるようにしていきたいなというのは思ってます。はい、そこで大切なのが、お客様と一緒に髪型を作っていくことだといいます。こちら側のこうエゴで、あなたにはこういう感じとかでもダメだと思いますし、お客様に言われたことだけを形にするでもダメだと思うので、提案とお客様からの情報とっていうのがうまくミックスして、それが骨格と輪郭と髪質にマッチしてくれば再現性も高くなるし、お客様も可愛くなるのかなっていうふうに思います。はい、前髪の横の部分っていうのはこだわりありますか？ちょっとだけ切ってもいいですか？もちろんね。ありがとうございます。顔がね、いや、ちっちゃくて細いから、うん、前髪の幅をちょっと、ね、広げるとすごくおしゃれに見える。すごい可愛い、うん、私の骨格も考えてくださって、髪切ってくださったので、すごく嬉しいです。マリプロだなって思いました。そんな中野さんが髪カリスマを目指す若者に思うことは、僕らの仕事って刃物で体の一部を切るっていうお仕事なので、お客様を一瞬で幸せにもできるし、逆もできちゃうんですよね。なのでやっぱりそこをしっかり重さを感じながら、日々目の前のお客様と向き合って一生懸命やるっていうのに尽きるのかなと思ってます。でその結果として、まあ選ばれたら選ばれたで嬉しいですし、選ばれなかったからダメってわけでも全然ないと思うので、美容師さんがその目の前のお客様にとってオンリーワンな存在であれば別に何の問題もないと思いますので、そういう存在になることが大事なのかなと思ってます。日本から美しさと感動を世界へ、髪カリスマたちは走り続けます。